記者から申請のあった次世代産業集積カーボンニュートラル強化プロジェクト事業に係る企業立地計画について推薦のとおり認定します。ありがとうございます。認定証昭和電工マテリアル株式会社。認定証株式会社徳山。記者から申請があった茨城県本社機能移転強化促進補助金にかかる本社機能移転計画について申請のとおり認定します。認定証株式会社スネーク。それではステージ上にてこの企業誘致は茨城県にとって最も優先順位の高い事業の一つです。企業の皆様にとって幸せの高い環境を提供し続けたいというふうに思いますので、